始まりましたカレッジコスモスゼミ。私たちカレッジコスモスは現役大学生を中心に結成されたアイドルグループです。このカレッジコスモスゼミでは様々な企画に挑戦していきます。ということで今回は前の企画会議で採用されたグッズ制作会議を行っていくんですけれども、はい、あやちんどう？そういうの得意？いやでも、得意かわかんないけど、自分がこう考えたグッズが本当にグッズ化されたら嬉しいなっていうのはすごいあります。ね、なのでね、はい、実現されるかわからないんですけれども、実現してもらえるように精一杯、考えていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。続いてのお題はこちら。カレコスのライブに持って行きたくなるグッズ。おー、いいね。いいです。どうだろう、ライブグッズとかっていろいろあるよね。いろいろあるね。どうしよう。それではカレコスのライブに持って行きたくなるグッズの企画案、一斉にオープン。おっ、じゃーん。これは何？これは何て言うんだろう、ハリセンって言えば伝わるのかな。なんかこういう紙をこう折りたたんで、でそれこう鳴らしたり、応援するときにこうパッて広げてこう頑張れみたいな風にしたりするのがあって、アイドルのグッズとしてはなんかあんまりないのかなと思って。うん、確かに。はい。カレコスちゃんライトです。かぶってるんですか？かぶってるんですけど。すごい。かぶるんだ。かぶってるんですけど。って何ですか？ちゃんと私が考えた顔で、これは、周りはピンクに発色するライトで、ここにカレッジコスモスっていう文字が入ってて、ここをこうやって持って、こうやってペンライトね、ペンライト、これ欲しいなと思って、確かに一番うちの中の自信作。はい、じゃあみさきちゃんも一緒？一緒なんですけど、私の方がちょっとバージョンがアップしてるんですよ。ここしか光らなくて、でここは何かっていうと、扇風機なんです。扇風機？扇風機今扇風機扇風機なんです。熱くなったらこうやって、はあ涼しいみたいな感じになる。かつペンライトだからこうやってやれるっていう。じゃあ私行こうかな。はい、王道に T シャツですね。確かに可愛らしい。カラーはこうグループカラーのピンク一色にして、で私個人的に何が嫌だなって思うかっていうと、こうメイクとかもさ、セットした状態でリハギとか脱ぎ着とかするじゃない。で襟ぐりが詰まってるとね、髪型が崩れるのよ。確かに。そうだから、こうもともとこうちょっと空いてる方が、なるほど、普通純粋におしゃれだし、まあ女性にも使ってもらいやすいような、そうこういうこうラインとかもちょっと気にしたいなっていう、きめ細やかそう T シャツでございます。はい、じゃあ最後にリラポン。私はリストバンドにしました。なんかこうやって暑かったらこうやってやればいいし、そっか、タオルはちょっとなんかあれじゃん、肩から落ちたりとか、撫で方とかね。リストバンドだったらもう絶対取れない。確かに、こうやってやればいいだけだから。そう、リストバンドにしました。はい、カレコスのライブに持っていきたくなるグッズ、せーの、じゃん。はい、このペンライトが2票、はい、みさきちゃんは T シャツ、私、2票で、りなぽんがペンライト、扇風機、扇風機、どっちも扇風機、扇風機、ライト、ペンライト、可能であれば扇風機に決定いたします。ありがとうございます。続いてのお題は、私が本気で考えたカレコスグッズ。おー、ということで、はい、今回は、ガチのガチで、ガチのガチ、実用化を狙っててください。はい、わかりました。実用的なものを考えてね。はい。それでは発表したいと思います。私が本気で考えたカレコスグッズ。はい。オープン。じゃーん。でいう挙手制、自分、我こそがって人から。はい。よ。私はアイシャドウ。おお。絶対可愛いじゃないですか。いいね、でこの中のデザインもこうハートとかあったら可愛い。可愛い。どうですか？欲しいでしょ？
しかも色味が、そう色味ちょうどよくない、ちょうどいい、使いやすい、そう誰でも使えるような感じ、めっちゃ欲しいわ。え、じゃあ次、はいはい、ガチャガチャ、めっちゃ良くない、めっちゃいいじゃん。なんか私ライブに行くときに、うん、ガチャガチャを楽しみにしてライブに行くから、メンバーの誰のが当たるかなみたいな、ちょっとこう、うん、毎回何回もやっちゃう、うん、私これ一番ね自信あります。おいいね、じゃあちょっと私言っとこうかな。じゃあ私はねこれタオルなんだけど、本当はさっき言った T シャツが欲しいの、うん、確かに、うん、そう、じゃあ初めてのグッズ何にしますか、うん、やっぱアイドルといえば T シャツタオルなんですよ、こうそれぞれの人、違う人のやってたらちょっと制作費がかかってしまう、そうですね、間違えるわけ、うん、そうだからグループ全体のこう T シャツとタオルとして1個やればコストも削減できるし、みんなが全員1つのものを買えるから、これやりたいなって思いました。欠かせないグッズ、そう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 、欠かせない。じゃあ次、はい、私はこれなんか、まあバッグです。そう、ライブ行くとか、うん、まあ、ライブ以外でもやっぱり軽いけど、うん、しっかりしてる素材のバッグが欲しいと思うので、さりげなくこう、あ、名前入ってるとか、英語だし、そうそうそう、さりげなくなんかグループのなんか紹介文が刺さって書いてあるみたいな感じで、そうグッズできたらいいなっていう。いいですか、最後、はい、ですね、ちょっと気持ち悪いかなって思っちゃうんですけど、これ私が欲しいんですけど、うん、等身大抱き枕です。すごい欲しいよ、すごい欲しいです。イラストで絵が描いてあってて、うん、でこうやって挟んで抱いて一緒に寝れたら疲れも取れるし、うん、で隣には好きな推しもいるし、二度美味しいよみたいな、確かにね、みたいな感じ、いいかもしれない、ね、コストはかかりますけども、うん、そうですね、高いよ、一押しでございます、はいはいはい、それでは私が本気で考えたカレコスグッズ、せーの、ポン、私に一票、ガチャガチャに一票、タオルに一票、マルチマジで一票、あ、キマクラ何二票？一票か、一票で、アイシャドウに一票、あれ？あれ？綺麗に割れてしまいました。綺麗にこれ出したね。全部採用ということにしましょう。お願いします。東京理科大学の脇田里奈です。10秒間でこのペンを消します。よくこの手をご覧ください。いきますよ。1、2、3。これ成功ですか？続いてのお題は1つ100万円のグッズ。おー、いいんですか？なるほど、なるほど、こだわりがいあるよね。そうだね、100万円、ね、100万円だからね、100万円のグッズか。1つ100万円のグッズ、オープン。じゃーん、じゃーん、じゃーん、どうぞ。もうここに書いてある通り、メンバーが種を植えるとこから手順にかけて育てた人参。人参に100万円でしょ。人件費といろんなものがに価値がこう合わさって100万円。人参って1本いくら？聞いたことない。え、でもそんな100円しない。1桁だよね。ちなみに1本で1本、まあ3本1組でもいいかな。3本で、はい、うん、それでも30万だからね。かなり高額でございます。じゃあ、はい、カレコスちゃんのロボット、ロボット、さっきからさっき、なんかカレコスちゃんは何なの？こんなキャラクターまだないからね。勝手に作り出してるけど、顔がものすごくシンプルで、そう、うん、これ以上絵描けないんで、最先端の技術が搭載されているっていうロボットになっては、じゃあカレコスちゃんが野人的に推しなのね。そう、カレッジコスモスと世界一周ツアー、めっちゃいい、なるほど、でしょ、うん、その手がありましたか。でもさ、世界一周自体が100万円ぐらいするか、そうなんだ、だからちょっとこれも持っちゃったかも。だから、うん、ヨーロッパの旅、うん、あ、ヨーロッパの旅、複数箇所回るツアーで100万円、うん、確かに、いいと思う、来てくれるでしょ、みんな、これだな、なるほど、私はちょっとこう、これ何？ガレッジコスモスと行く無人島っす。あー、なるほど、何に100万かかってるの、その無人島は。ミッションがあって、行きます、はいはい、で、自分たちで脱出するまで帰れません、みたいな。ね、どうやって脱出するんですか？私、無人島だよ、無人島だよ、一生で参加したくない。参加しましょうよ。え、私これ一番現実的かな。
なと思ったんですけど、めちゃくちゃ高い石を使ったブレスレット確かにそうそう、あなんかそれちょっと掘ってあったりとかインジじゃないけど、そう一番多分現実的だと思う。そうね、一つ100万円のグッズ、せーのポン、あ本当だ、一周ツアー、一周ツアー、4票、プレスだと1票、あ、じゃあ一周ツアーに、はい、お願いしました。ということで今日はグッズを考えていきましたけれども、はい、実際にね、まあ、実現するかはまだ分かりませんけれども、ね、まあね、私たちもね実現可能な案をいっぱい出したので、うん、そうですね、はい、そうなんですよ、ね、ぜひ、はい、あのスタッフさんには参考にしていただけたらと思います。ということで以上グッズ制作会議でした。バイバーイ、バイバーイ。今回もご視聴ありがとうございました。ねえ、もういっぱいいろんなグッズ出てきましたけれども、うん、はい、岡本さんどうだった？いや、実現されるかわかんないけど、うん、私はカレコスちゃんが実現に向けて動き出したらすごく素敵だなと思いました。お願いします、ね、はい、知らない間にね、公式キャラクターが、ね、登場してたから、そうね、だと嬉しいですね、うん、本当に、はい、はいはい、それではチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。はい、ツイッターのハッシュタグカレコスゼミでも感想をお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。